どうもこんにちは。今回は質問コーナーにも多かった普段のメイクをご紹介します。よくインスタとかに上げてるメイクをご紹介していきます。まず今何もしてない状態です。コンタクトから入れていきますね。コンタクトはこちらです。キャンディーマジックシークレットワンデー。これは多分ベージュ。うわ黒、すごい違うんだけど恥ずかしい。こんなに違いますね、恥ずかしいです。 OK。 でそしたらヘアバンドをつけるんですね。こんな細かくいらないか。まず最初に使うのはこの化粧水。これなんかなんだっけな、オーガニックのところなんですね。こういう感じで、こういう風にぐる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 やって、次ここからですね。メイクはキールズラインコンセントレートっていう美容液を使っていきます。これを 1.5 プッシュぐらい手に置いたら、このね、ナーズのなんかこれなんだろう、ベースなんかちょっとラメっぽいやつなんですよね。ミディアム SIMOS、 多分ナーズの人に聞けば多分これ1個か2個しかないと思う色が。これをこれに合わせていきます。これはワンプッシュぐらいで結構なんかツヤ感が出る感じ。これを一気に塗っていきます。なんかこうやってクリームと一緒に塗った方がなんかくっつくんですよね、肌にくっつく。でこれの私のポイントは眉毛とまつ毛には絶対に当たらないようにすること。そうするとくっついちゃうと眉毛とまつ毛がなんか濃くなるんですよ後から。はい、そしてこれボロボロミディアム、ミディアムって普通な、何なんですか。ミディアム全部ついてるけど資生堂ホワイトルーセントっていうやつですね。これあれだけど、このなんかコンシーラーなんですけど、こうやって回したらちょっとだけ出てきて、それをここにこういう風につけますね。こういう感じで、この目の下のクマとかができる部分にこう塗っていきます。トントントンっていう感じで伸ばしながら。でこれもなんか注意ポイントなんですけど、涙袋にコンシーラーを入れちゃうと涙袋がなくなっちゃって見えるのでもったいないので、この下のところだけにこうやって塗る感じ。続きましてセフィーヌシルクウェットパウダーケース、間違えた、ケースの名前言っちゃった、失礼しました。なんだろうこれ、ちょっとケースの名前しか今載ってないからわからないけど、あ出てきました、セフィーヌシルクウェットパウダーレフィル、あ間違えた、もうやばいNA210 です。 NA210、 肌の色はちょっと明るいくらいかな、ちょっとピンクが入ってる感じです。でね、これあんまりつけずに、私はなんか昨日ついてた分ぐらいの感じでこうやってつけていきます。結構雑に、ほんのちょっとだけじゃないと夏とかは汗で取れたらダマになるから、ワンコを感じる。シャドウ、顔にシャドウ入れてくやつなんですけど、なんかマットのね、マットのなんかこういう、これなんだろう、これなん、これね、何にも書いてないですね。いっぱい、これちょっとみんな自分でこれ見てもらっていいですか。これを細いブラシでこんな感じ、こんな感じ、こうやって入れていくんです。あとここにも入れてこうやってやりますね。そしたらここにちょんちょんってこうやって入れるとここがシャープに見える。で手でなじませます。はい、 OK。 これでベースは完成です。そしたら次はチーク。チークはね、シャネルのねサンキスリボンアーモニードブラッシュっていう、なんかね結構前に買ったやつなんですけど、1、2、3、4、5個色がありますね。結構もう
使い古した感じ。これのベージュの部分だけを使っていきます。あ、間違えた。これで使っていきますね。こうやって斜めに入れてから、ちょっとだけ鼻の上からこうやってやって、そして顎もちょっとだけ入れます。はい、こんな感じ。次は眉毛を描きます。眉毛はよく質問されるんですけど、これ見ててください。鼻の角、黒目の角、こうつなぎ合わせた先のところに山を描きます。そしたら次は鼻の角と目のこの角っていうの方に斜めを合わせて、その先まで伸ばします。で、この内側は鼻と目の先の先っぽのところに、あの濃いところが残ってる状態、そこから少しだけ薄いところが2、3本生えてるぐらいが、なんか私的に一番自然な眉毛だと思ってます。で、こんな感じで描いたら、この眉毛用のブラシで外側にこうやってぼかしていきます。こんな感じですね。で、ケイトのなんか3つ並んでるやつ、 EX4 っていうやつで、多分みんなよく使うけど、このこういうなんかついてる、なんかついてるわ、こういうブラシで一番濃いやつをこうやってなんか毛の流れに沿って入れていきますね。はい、終わり。そしたらこの残りの茶色をちょっと手でぼかしてから、涙袋を1本、ノーズを描いていきます。付属のね、なんかちょっとした筆で中くらいの色のやつでノーズを描いていきます。そしたら手でぼかします、ハイライト、ハイライトを入れていきます。ハイライトは、ブラッシュディオ1179-9116 数字めっちゃ多い、電話番号みたいになっちゃった。何をみんな読んでんだろう。これもチークと同じあのブラシでやっちゃうんですけど、チークとハイライトが2つあって、ハイライトだけを使ってきます。ハイライトをトントントンってやったら、チークのすぐ上に来るような感じで塗って、鼻もこんな感じでささっとやります。この T ゾーン。そしたら顎で、もう一つやります。ハイライト、クリームカラーベースパールっていうやつですね。で、このマックのやつね、めちゃめちゃいいんだけど、蓋がすぐ取れるんですよ、こうやって。だからこの蓋の上についてるやつで私はつけていきます。めちゃめちゃクリームっぽいんですけど、だから塗りすぎるとおかしいから、鼻の先だけこうやってやって、あとは目の内側にこんな感じでこうやってつけてぼかしていくんだけど、このハイライトをなんで2つやるかっていうと、こっちだけだと薄すぎるし、こっちだけだと濃すぎるので、場所によって変えてます。なのでこっちのハイライトは基本的になんか目立たなくてもいいところで、こっちのハイライトは目立って明るくしたいところ、なんで目の内側と鼻の先っぽにつけます。そしたら次はシャドウに入っていきます。この2つのパレットを基本的に使ってます。あのナーズパレットってやったら最初に出てくるから、これが多分新しいやつで、これが1年前くらいのやつだと思います。まずこのこれの右上の、めちゃくちゃ汚いけど見せていいですか、こんな感じで、これはラインこぼしたの、失礼します。で、これをね使うんです。これをシャネルのブラシを使ってるんですけど、結構細めのやつで、手でぼかしながら涙袋に行っちゃいます。普通涙袋って結構明るい色をつけると思うんだけど、こっちの方が逆になんか涙袋を強調してないけども、ちゃんとなんか目立つみたいな感じだから、これすごい好き。上にも全体的に塗ります。で、ちょっと外側にもやるのがポイント、目が大きく見えるから、こういう感じです。そしたら次はこのちょっとラメが多めのやつを二重幅のラインに入れていきます。そしたらこっちのパレットを使っていきます。
こっちのパレットは綺麗なんですよ。次はこの細い方を使っていくんだけど、このどっちだ、左から2個目の一番上の結構なんていうの、細かいラメの明るいやつを取ったら真ん中にこう塗っていくの。このわかる？でこれを本当に軽くぼかす。こうすると、うわ片方ずつやればよかったけど、こうするとこうやって目が立体感、こうやって目に立体感ができるとすごくね、なんか盛れるんです。そしたら下側もちょっとだけつけます。この辺だけ、この辺だけ、ここにもつけます。さっきハイライトを入れたところ、こんな感じで絶対にぼかしてくださいね。そしたら最後にこの一番角っちょにある結構明るめの茶色を涙袋の外側だけこうつけます。でちょっとね、垂れ目っぽくさせる感じ。はい、オッケー。そしてここにラインを引いていきます。これはね、Kパレッテ、あ、違う、間違えた、ワンデータトゥーです。これワンデータトゥー、ブラウンのあのこの筆系、めっちゃ汚い、フォトショック、これを塗っていきます。でね、これはマジでどこにもお伝えしてない、あ、なんかの雑誌で言っちゃったけど、あの結構秘密にしてる、みんなが多分あんまやらないやつ。これやるとめっちゃ漏れるの。まずね、この下の涙袋のところにこうやってまつげを描いていくんです。こうやってラインを引くと、目が大きい人はめっちゃ可愛いんだけど、なんか私みたいな目の人は結構なんか黒く埋まっちゃう感じになるから、こうやってね、まつげを描くとまつげが大きく見えて、さらになんか垂れ目に見えるからすごくいい。そしたら上の角っちょだけこうやってピーンってちょっとだけ跳ねるようにラインを引いていきます。そして最後にリップを塗ります。これはね、どこだ、ロレアルパリ956番です。やり方わかんないまあいいや。これを塗ります。普通にこれが普段の私がいつもやってるメイクです。で、最近私の中で流行ってるこれにちょっと何、あの可愛くしたい時は、さっきの一番最初のナーズのこのラメ、このギラッギラのラメをちょっとだけね、ここにこうやってつけるんですよ。ラインに沿う感じでこうやってつけるんです。そうすると外側に目がいくでしょ。そしたら次は内側にもつけるの。こんな感じ。こうすると外側と内側にあの注目がいくから横に広く見えるんですよ。私流の解釈ね。こんな感じです、普段のメイク。はい、こんな感じで、普段のメイク完成しました。ぜひやってみてください。